うす。うす。YouTube、YouTube、YouTube、YouTube 撮ります。はい。背中向けてるから、こっち見て。うん。ね。背中向けてる YouTube 見て、ね、足開いてるから、君。ね。おい。はい。撮っていきましょう。なあ、お前、お前いいね、マスクピシッとした。いいな、お前、ほら。今、どこから突っ込んでたの？お腹のままどうですか？空いてますか？めっちゃお腹いっぱいよ。空いてないね。僕は空いてると言ったら嘘になりますね。空いてない。空いてないってことか。はい。ちょっと言えよ。じゃあコンビニ行きます。じゃあなんや。三人とももう腹がそのほぼ満腹ってことですよね。うん、じゃあコンビニ。この時間大体そうやろ。まだその深夜の2時前ぐらいなんでね。深夜2時。今日はね鉛筆を買ってきました。鉛筆買ってきて。まあ、スケッチブックがあるんでデッサンができる。デッサン、デッサンコンビニ、デッサンコンビニ、絶賛デッサンコンビニ、なめんなデッサンしやすそうなものを買ってきて、そうデッサンして、で最後食べちゃおうという。食べちゃおう、なんじゃそれ。リンゴをデッサンする時とかあるじゃないですか。リンゴをねデッサンして終わったら多分ご褒美であのリンゴ食べさせてもらえると思うんですよ。そんなことあるんかな。僕は やったことないんでわかんないですけど、ご褒美っていうか自分で持ってきてだから、そのプラマイゼロで、うん、コンビニでご飯を買ってきて、うん、デッサンしたら最後それご褒美で食べれる。ご褒美なんかな。2人にはね、もうその絵を描いてるうちにその細部が見えると思うんですよ。その飯のその飯に対するこう愛着が湧くじゃないですか。食欲も湧いてくるし、絵を描いてそれを食べたら一番美味しいんじゃないか。あ、美味しく食べるために描くってこと。って今しました。そうよな。そう言ってなかったよな。じゃあこちら。わってんやろ大気。絶賛コンビニ。あれ。絶賛コンビニ。お、もう行っちゃった。寂しそうだな。最近ハマってるジャンプするか。あ、どうする？せーの。いや。あれ。コンビニ行かなかったっす。いや、まだそのやり残したことがあったんですいません、飛んだんですけど、あ、まだやり残したこと。途中で降りれるんや。詰めかかえもコンビニに飛んだ。あ、今の声、確かにの声が鉛筆削らないといけないんですよ。かわいい、世界一かわいい鉛筆です。うち鉛筆削りはないじゃないですか。そう、もちろんないです。もうコンビニにあれば買う。なければ。カッターはあるか。さすがやりそう。じゃあちょっとその、追いかけます僕。あ、いけ。追いつけるかな。どう思う？おっと。違うか、違う。合図くれんと。いくぜ、せーの。あ、そうそう。うわ、これこれこれ。来た来た来た。あと、その罪がたけるし。とかもあるし。とかもあるけど。ごちゃごちゃした。じゃあ、店びらかすか。じゃあ、こっからいいっすか。黒もうくれんかった。そう、シャキシャキレタスサンド、うん、思ったけど、あんまさ、うん、コンビニにあるもんで書き応えなくない。だって本当は塩おにぎりが良かったもん。食べるの、うん、じゃあ僕まずあれね、うん、あ、買ったね。ありがとうね。削ろう。あ、削ろう。しんどそう。書き応えあるな。なるべくそのカロリーがないものにしたかったんだけど、書くのはしんどそう。そうね、書く方のカロリーが、カロリーあれにこかってる。丸やんけ、お前。丸い。簡単すぎやろこれ。俺もさすがにないかと思って戻したよ。俺も別にそんな見せるようなもんじゃないけど、見たいもん買った。普通にゴロッとマンゴーレアチーズ。うわ、君はええね、やっぱり。じゃあどうする。まず鉛筆を削るんか。むずそう。でもてんてててんててててん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 てててんてててんてんてん。リーズナブルな。うわ、ラップのやつや。やったぜ。ふぅ、スケスケまくりのイミテーション。あいつになりたくてもがいても。怖い、なんか。これをやってる時に歌ってたら一番怖い曲何かな。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. これを使ってクリスマス終わらせるやつや。こんな感じですね、はい。ああ、なるほど。おお。ああ、すごい。でも全然削れてるよ。あ、
あーなんかいい感じ、青空海どこのロケーション、ああマジでナイスバーディー、 Come on baby do the loco lotion、ヒッチハイク OK バイバイショウ、マルアドレナリン、ドクドクドクドコメカミパンチング、パンチラパンパン、愛はノリノリ、さあさあみんなで声を揃えて歌いましょう、刺激が欲しければバカになれ、おおおおあああなんかいい感じ、青空海どこのロケーション、ああマジでスバディクモンベベドゥーザロコロショ、刺激たっぷりの刺激たっぷり刺激たっぷりのレイジスティン、え、俺じゃあおのおのデッサンしていきますか。なんかこれ絵とか描かずにすぐこれ食って終わりてえな。うわ角見てどうなってんだろう。津屋監督だそもそも。うわいいな、津屋監督がないわ。俺喋ってもないしさ、地面で描いてるからもう映ってもないと思う。マジ終わったんだけど。俺もね、終わりそうよ。ギャルもマジ終わったんだけど。マジ何これ。できた。ゆうたっていいの。うん、吉野卵もあるからな。マジやん、明日になっちゃうんじゃない、吉野食べる。あんまあれか、企画とかせんのよ。そう最初先に見せるでしょ。あ、見せようか。うん、そういうの見して。あーあー、まあいいね、いいね。じゃあ僕のやつはこれです。お、サンドイッチとメガネ。なんでメガネ。あーうまっ。うまいな。おお、できた吉野。はい。おお、うん、あーいいね、うまっ。だるすぎ。おお、いいですね。あ、待って、あと卵か。卵ね、買いかないとね、食べるの。何がデッサンってことあんねん。なんか買おうかな。デッサンってな、3D やんか。うん、俺 3D 苦手やねん。これ 2D やったら何でも描けるから。そう、隅 2D だから、キャラクターとかめっちゃ描けるからね。なんかよろしい。ドラえもん。ドラえもんはこんなんです。なんでやんの。怖っ。怖っ。何ができるんこいつ。そいつのとこにお助けロボットいるもん。ドラえもんなんかな、醤油マジ。うわ、うまっ。今めっちゃ描いてた、ドラえもんなんか。あ、めっちゃ描いてたから描けるんか。見して。子供の時めっちゃ描いてた。あ、いいね。カエル。あ、カエル。カエル大佐。カエル大佐？うん。存在するやつ？ない。なんかそのキャラクターとして。細っ。こんな M 字開脚やっけ。大佐かこいつ。おいっすって言ってるみたいな。いや、コンビニの前のやつや。コンビニの前のカエル。どう？スミもなんか上手になってない前より。こそれしてる。こそれするか、ゾウの。うわ、怖っ。ゾウが描いたゾウ。天才ゾウが描いた自画像。ゾウの自画像。待って、これデコから鼻生えてるっていう怖さはあるけど、可愛いでしょ。可愛い。お待ちしてます、絵のお仕事。吉野絵うまいんちゃう。俺絵あんまりだよ。俺女の子の絵をずっとノートの端に描き続けてただけだから。全員倒れ。めちゃくちゃこれちょっと映したかんぐらい怖いって言ったかも。怖っ。あんねやるよ、ちょっとなんか。うわ怖。でもなんか私怖ない、映し大丈夫。怖え。かわいいね。キモいな。この人生。そうだよ。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。
うん、なんか終わったら言って。オッケー、終わったら言うわ。なんか終わったと思ったら止めて。ああ、もう止めていいじゃん。今回の板橋ハウスの動画は何階建て？5階建て？おー、出るんすね。いや、雑やな。ありがとうございました。